ジル君の写真、あ、寝こさしてたら、ジル君もう死んだな、みたいな。ジル君もう生きてねえよ、みたいな感じのツイートがすんごい多いの見て、ジル君生きとるよと思って、そろそろジル君の写真出さないと本当に死んだことにされると思って、いつアライブってつぶやいたら、海外に来たちが喜んでた。生きとるやん、クソザルっつって。パキパキ生きとる生きとるって言ってて。いつも殺されてるからな、ジル君が。そう、笑っちゃいけないんだけどさ、ネタとしては面白いじゃん。ジル君大きくなったよ。ペコちゃんの配信はジル君がやってることになってる、ペコ。あら、それ見た見た。ジルがやってないよ。ペコーラがやってるちゅうのに。これでしょ？モンキー、タイムトゥーワークス。オッケー。ペコーラの代わりに配信してることなんだ。どういうことだよ。もしかして今、ジル君があって、ジル君は楽しそうにぴょんぴょんしとるよ。時々笑い方猿っぽいしなってふざけんなよ。ジル君とコラボ、ジル君コラボできるわけないやん。喋らないもん、ジル君の動画。あ、今度動画撮るか。でもね、ジル君っていうかね、まあお猿さん得意なのかもしれんけど、ぴょん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 飛んでさ、じっとあんましないんだよね。なんかペコーラの体のなんていうのところに止まってる時だったら全然あるんだけど、それはさすがにできないじゃん。ジル君夜行性、夜行性。これはジル君。目でかくね。そう、目がでかいんだよ。そこが可愛いんじゃん。これは、昼ぐらいに、ジル君つって、そしたらひょこって顔出してくれたところを、写真連打して、おやつあげて、ありがとうつって閉じた。噛まれたりしないの？嫌なことしたら噛んだりはするけど、嫌なことしないから、基本噛まれないな。ジル君勝手にここで寝るの？いや、そこで寝て勝手にしていいだろ。ジル君の部屋だもん、これは。なんぺこら、ページのところに、おやつをちらつかせると、もう手をこうやって、わーちょうだいちょうだいつってそこから手伸ばして取ろうとしたりしてる。ジル君の出してみたいな写真好きだよ。なんだっけそれ、なんか窓っぽいところに手を置かれて立ってるやつだよね。あるかな？出してみたいな声でしょ？僕をこの狭いところから出してよ。ねえ、つって外の世界見てるジル君。このさ、左右にこの、なんか柵っぽいのあるじゃん。そこからね、手をね、こうやって出して、おやつとかね、取ろうとするんだよね。え、かわいいでしょう。いや、ほんとね、かわいいんだよ。まだうんこ投げる。いや、うんこはね、投げるよ。投げるっつってよ、なんかね、落とすんだよね。なんなんだろうね、あれ。いや、でもあれ、投げてないと届かない距離もあるから、多分投げてると思うんだよな。そう、多分投げてる。飼い主に似てる。お、ペコーラうんこ投げてね。自分の名前がジルって分かってる感じ？いやー、分かんないけど、でもジルくんって呼んだら来る。